今日も全力ぶっちぎりマクフィラ君とリオでございます。はい、ということで、はい、なんとですね、うん、誰だっけ、あ、五条悟うん、うん、どうするした今びっくりしたわ。うん、領域展開の五条悟、はい、五条悟を、うん、今回ね、呪術廻戦が好きでスタートをするっていう人も見えると思うし、うん、はい、まあ五条悟が好きでそのままじゃあどこで使えるのかなって思ってる方々はね結構見えるんじゃないかなということで、はい、五条悟でおすすめの運枠、うん、これ書庫で作れるやつ限定ということで、はい、今回ご紹介していきたいと思います。全力はい、ということでまずは読みでございます。あ、これエデンさ、これなんとかバージョンやん。あ、いや、これしかなかったそうごめんなさいね、あのちょっと通常バージョンじゃないんですエデンがなんですけど能力値は全然変わらないので、はい、許してください、はい、はい。で、実際五条悟使用してみたんだけど、うん、やっぱね、グロースペアいい仕事するなっていう感じだった。で、雑魚のここのボス戦まで行ったら、うん、もうね、無双。おそこまではやっぱり重力持ってないから若干ちょっと足引っ張り気味になる。ちょっとめんどくさそう。そう、だから、うん、五条悟2を積む必要はないかなと思います。おうん、なんだけど今回は五条悟がどれぐらいの攻撃力を出せるのかなっていうのも見てもらいたくて、五条悟2にしています。はい、で動画全般的にそうね、うんうん、何も五条悟2で行く必要はないと思っております。はい、運枠もね別に2じゃなくてもいいと思うし、うん、しんどかったら1とかでいいと思うから、うん、早いでしょ。早いね。もうね言っちゃうと、うん、雑魚処理必要ないんだよねほとんど。ちゅかね、ぶっぱ、うん、五条悟に当たってたら勝手に溶けていくぐらいの勢いかな。それぐらい強い。1体だけでも十分なのかな。うん、1体だけでも十分。ちゅか例えば五条悟と、うん、それこそウリエルとか連れていくとめちゃくちゃ楽だと思う。まあ、他にもねいいキャラクターいっぱいいるので、うんうん、まあ、その辺積んでもらった方が楽だとは思う、うん、なんだけどまあ本当に五条悟がどれぐらいね火力出せるのかなっていうのでこのパーティー編成を組んでおります。うん、超楽でした。いいねもうエデンじゃあ読みすひどいよね。あ、はい、こんな感じでございます。簡単にねあの周回で、うん、作れると思います。はい、はい、こちらの方はシャンバラです。おで実際にちょっと見たかったのがグロースフィアがどれぐらい通用するのかしないのか、うん、無属性だったもんね。そうなんです、無属性だしここは直殴りの倍率が高いクエストになっているので実際五条がどれぐらい使えるのかなっていうのが見たくてシャンバラに連れてきましたけど、うん、まあ実際のところやっぱそこそこ使える、うんうん、やっぱ優秀だな。シャンバラで使える時点でやっぱ結構強いなっていうイメージはある。うん、うん、シャンバラってさほんと直殴り倍率が高いクエストだから、うん、だから圧倒的に火属性の方が有利なわけよ。そうね、うん、なんだけど闇属性の五条悟でも全然いけてしまうというね、うん、さすが最強だね。うん、ただねやっぱりさっき言ったグロースフィアがそこまで火力が出しづらい友情になっちゃうからどうしても、うん、だからちょっと運枠はそこそこ強いやつを連れてった方がいいかなっていう感じはする、うん、ということで今回はアバロンを採用しました。なるほど。うん、まあでも、うん、ボス戦とか入るとクソエグいことになるんだよね。おう、うん、なんかねやっぱ雑魚の方が、うん、雑魚っていうかうん、ボス戦までの方がちょっと面倒くさいかなっていうイメージはあった。うん、ただボス戦入った時の火力はやっぱ半端ないよね。うん、これは多分グロースフィアの影響かなっていうのもあるびっくりしない。おもうないじゃん飛びそうやんあらあらそうこんな感じなんですよ。あらあら、うん、まあ、誰に剣を渡すかっていうところがシャンバラなんだけど、まあ全然それでもこう気にせずいけちゃうかなっていう感じだったかな。まあとにかく強い、ゴリゴリ削っていくから、うん、すごいね。
まあ、倍速だからねちょっと見にくいかもしれないけど、まあ、全然使えるよっていうことはなんとなくニュアンス的に見てもらった方がいいのかなと思って、はい、まあ、シャンバラの攻略を今更上げる必要はないかなと思ってるので、あ、でも未だに苦手だよ私あの間違えて取っちゃったとかさ、剣よくある2個取っちゃったとか、ここすごいよ打ちます。おおおおいや減速してあれだからね、しかもなおかつあんだけ削った後遅延入るから、あーやばいね、雑魚に対してもうずっと俺のターン本当にすごいな、もう終わったでしょ、はい、弱点殴りなかった終わったって気緩むとあんな状態ね、はい、ということでシャンバラの方も全然使えました。でちょっとね運悪はすごい作りやすいんだけど、うん、まあ難易度的にはちょっと高くなるかなっていう蓬莱です、うんうん、でまあ蓬莱ってさ初手失敗したら結構辛いじゃん、3手だっけで決めないと次があれだよね、そう次しんどいんだけど、うん、まあ実際じゃあ、まあ、そんなね毎回毎回うまくいかないだろうからということで、うん、まあ、そのままね続けてやってみました。うん、全然大丈夫だった。へー、まあ、ごめんなさいね、ちょっと若干 PS でカバーしてるところもあるんだけど、うん、ああいうのとか今入れたとかね、違う、そういうのもあるんだけど、ちょっと難しいショートもそこそこ入れてるけど、狙ったのさっきの、はい、何なんだけど、まあでもね、やっぱね、火だめは痛い。で、蓬莱は、爆絶の中でも正直難易度がそこまで下げにくいクエストだから、やっぱり今でもね、難しい方の部類に入るクエストです。なんで、まあ最終的にここを目指してもらえばいいんじゃないかなって。うん、運枠はね、むちゃくちゃ簡単に作れるんだけど、うん、ジライアだから、うんうんうん、なんだけど、まあただ、別に2体積まなきゃいいだけの話なんで、うん、例えばジライアをアンチブロックを持ってるマグメルとかにすると、あ、もっとね、もっと楽、うん、そうだね、はい、なんで、まあ今回はジライア2の、うん、五条悟る2なので、あと、ボス戦入ると感染切りがあるから、うん、常に感染切りを食らってる状態だから、このパーティー編成はマジでおすすめしません。現代って話やけど常に感染切り食らうからね。だけどほら強さを見てもらいたい、攻撃力だけを見てもらいたいっていうことで、ほらごめん、でもね今地雷でハマっただけ。でもここら辺になってくると雑魚処理結構楽だったかな。グロースピアがこのリヴァイアさんに対して結構、はい、ダメージ入るので楽だった。いや無属性でやっぱあんだけ火力出るってやっぱ強いよな。結構削ったよね。うん、パイプ読むし、おそれで常にやっぱり感染切り食らってるから、うん、ちょっと少々分配でいかないとやばいなって感じはするんだけど、うん、結構やっぱね火だめ大きくなりますね。もうそれはしょうがないかなって思う、うんうん、ただ火力っていう面ではまあ結構出せるなっていう感じ、うん、危なくなったら SS 打っちゃいいからね、はい、話そうだね、うん、ここはめちゃくちゃ危ないんで、怖い怖い怖い、でも遅延だから、あ、そっか、そう、もし残ったとしても全然問題ないじゃん、うん、確かにね、食らわないもん、うん、で、ここからエグいのが友情火力が上がってる状態になってんだよ、レンゴじゃん、あ、そっか、そう、全然触れれてないけど、うん、そう、当たった時エグいよね、やっぱね強い、うん、本当に強いなと思った。はい、来ましたよ、さっき、ザクザク、いや、なかなかね強いなっていう感じでございました。はい、ということで他のねおすすめの場所ちょっと探してきました。はい、まあ今映像で出させていただいたのも入るんですが、うん、まあ、蓬莱これがですねシュリンガーラ豪絶ですね、うん、はい、に使えるということで蓬莱おすすめです、うん、はい、で蓬莱はそのままアルカディアとかも行けるということで、うん、あとですねあのエデン、うん、まあ、あのさっき黄泉の方で使用していました、うん、エデンの方にも行けます、うん、
って、まあ、エデンから黄泉という形でね、うん、いけるっていうことも一つと、うん、でシャンバラ、さっきやっていたシャンバラ、はい、こちらの方からパラドクスという豪絶に行けます、うん、で黄泉、こちらは、ラウドラっていう豪絶で使えるので、まあ、ぜひともね作っていただきたいなという形でございます。はい、超絶に行きます。ヤマタケゼロ、こちらがレクイエムっていう豪絶で使えます。おマリシテ、こちらがカルナという豪絶で使えます、うん、超究極プラチナ、これがアドブタっていう豪絶で使えます、うん、なので、まあ、この辺をねあのメインに運極作っていただいたら、うん、次にねつなげていけるんじゃないかな、もっとモンストを今後も楽しんでいただけるんじゃないかなということでおすすめとして挙げさせていただきました、うん、はい、ということで今回は五条悟がどこで使えるのかっていうのと、うん、五条悟の強さを見ていただこうと思いまして、うん、あの動画の方で、ね、作らさせていただきました。ちょっとでも参考になればいいかなと思っております。はい、はい、よければ参考にしてください。ということで今回はこれで動画を終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい目見れよ。ありがとうございました。ありがとうございます。いや実はですね、ちょっと裏話なんですけど、え、実はすっげー久々にね、うん、あなたのね、うん、娘と息子が遊んでる、ね、うん、今日今ねちょっと若干音入ってたドアの開け閉めとか音入ってるかもしれない、うんうん、すごいの作ってんだよ、うん、でそれちょっとねあのちょっと皆さんにお見せしようかな。おまけね、おまけだからいいよ、はい、ということでね、こちらです、どうぞどうぞ。はい、ということでこんなもので作って、あれがぶっ倒れたらどうしようかなとハラハラしながら実は撮影してたんですけどねあれね、コストコで買ったコップなので、うん、まあコロナでね、こう外とかね、うん、遊びに行ったりとかさ、うん、ちょっと控えたいなっていう方も見えるじゃん、うん、だからもしよかったらね、うん、もしお家にあったら、うん、まあ、別にあのコップじゃなくてもいいと思うんだけど、うん、まあ、いろんなので遊べるのでよかったんで、うん、参考にしてください結構楽しんでるよかったらやってみてください